読み聞かせ始めるよ。もう茶番はよろしいですか。高橋で一人加わったところで何ができるというのですか。あなたを下し、残るスタッフの思いやったけりし、ラジオを再開するだけのこと、我が金兵衛さんに大河の諦めも終焉もないのです。大河こんばんは、ベテルギウス・マヌコンティ役の松岡です。アニメリゼロから始める異世界生活、エミリア役の高橋理恵です。ベテルギウスロマネコンティ役の松岡義嗣さんです。義嗣さんでしたか、ありがとうございます。はい、 はい、あのじゃあ早速、先日松岡さんがサプライズで登場したスペシャルイベント、はい、お話を1週間前に聞いたってすごいびっくりしたんですけれども。そうですね、そうですね、あ、私いつ今あのペテルギウスさんとお話ししてるのかしら。そうですね、あの登場した時にすっごい大歓声が湧いたじゃないですか、わーって、あれって、あ、お耳に聞こえていたりはしたんでしょうか、わーっていう歓声が。いやー、本当にですね、うんうん、私はあの文面では喋れないので、あの松岡さんなる人間がですね、私の思いをちゃんと伝えてくれたということで本当に嬉しいですね。めっちゃなんか穏やかだし、ペテルギウスだしみたいな。本当にイベント決まった中で、急にこんな松岡さんだけが大変なコーナーみたいな。いやいやいや、それがIVEエンタープライズ。強いなあ、アイムさんは。そう、高橋さん、なぜあなたはそんなちょっぴりおバカなふりなどしているのです。いえ、実際のところ疑問なのですよ。しかしここで答えを求めることは実に怠惰なことです。私には分かっているのですよ、なぜあなたがそんな偽りの仮面をかぶっているのか。それは他のキャストさんとキャラが被らないようにするためですよね。村川さんのようにハイテンションでもなく、水瀬さんのように自分の商品を売り込むちゃっかりキャラでもない。その仕事に対する姿勢、実に勤勉です。これからも愛に報いるのです。しかしそのキャラに頼りすぎるのは怠惰ですよ。これどっちなんだ。ありがとう、忠告を大事にして声優業頑張るわ。かなかな。はい、なんかすっごいリアル。なんかしかもセリフぴったりだし、なんというかね、あのペテルギウスが喋ってるあのアニメの映像も思い浮かぶし、なんか言われてること嘘じゃない気がしてきて、私ってやっぱり装ってんのかみたいな、ちょっと自問自答を今繰り返してしまいました。いや、素晴らしい。何見てんのよ。ひざまずけ、豚どもが。